皆さんこんにちは。材木屋の親父と菅れ、親父の八田金也です。はい、菅れの八田宗志です。本日もよろしくお願いします。さあ本日はですね、卓球対決です。今回はね、ちょっとこれは難物ですよこれはすごい。これはね、通常カウンターです。カウンターに使って、下見ても書類があったりしてでそれを卓球台に見立てようとということで、全体長さはこれ どこで取るのが正解なの？うんね、だよね。これがもう3メーター、あちょっとあそこ3メーターライン、うん、真ん中で言うと1500ぐらいになるけど、うん、この長い方は4メーターあります。おお、この長いのは幅が今度狭いよね。はいはい、幅狭いですね。圧倒的に狭いですね、カウンターですから。これは75センチだから、ね、ちょうど普通の卓球台の半分、規格の半分、はい、っていうちょっと変形の変形パターンですね。難しい。攻略ポイントはあれですね、親父サイドで行くと、うん、こっちそこだね。ここをパーンと来られたらちょっとどこに立つか問題もありますね。打てないかっていう。逆にこれはこっちはね、ここはい、これ卵コーナー、うん、入ったら卵が入ったらどれだか分かんないっていうね、ここ当たって跳ね返るのも嫌だな。ボールはどれか、これは跳ね返ったらどこ行くか分かんないですね、うん、完全に。そう、いやということはどっちかな、こっちが不利かな、どうなんだろう。どうやってみないと分かんないですけど、うん、まあやってみますか。まあ、そこはくぼみの部分、まあ、コックピットみたいなところに、うん、そう立ってですね、うん、普通に返してきてもここに落ちちゃう、うんうん、そう、本当はテーブルなんだけどこうなっとるはずがここに落ちてしまう。この辺り狙いは向こうだけどな、いけるかな。やっぱり狭いから、そうね、ちょっと左右が、ね、そもそも難しいですね、これは、ね、はい、よし、行きましょう、はいはい、いきなり入らないゲームスタートできず。うわ、もうなんか当たりそうなんだよな、これが。おう、お、うまい、親父うまい。お、イエーイ。あ、やっぱりこっちに攻められる。狙いはそこだな、奥だな。お、うまい。でもここ狙ってどうですか？狙っていかない難しい、いかない。よし、次11点マッチね。はい、おお、お、やばい、あー狙いすぎた、はい、あーいかん、やばいやばいやばい、あれやばい、3-0、親父リードいやお、おい、3人おお、あれ来たら無理だね、あれは、あれは無理。3-3、いや、この企画ただただ楽しい。あ、やった。さあ逆転しました。せがれ逆転。お、お、せがれ逆転。3-5か。お、わあ、あ、やばい、帰ってきた。いや、狙いすぎ。3-6。お、うまい。あ、やばい。おい。やられた。4-6。おー、4-7。やばい、やばい、あー狙いすぎた。あ、ちょっと待てよ。あ、まあいいや、後で逆で勝負しましょう。4-8。あ、やばい、負ける。おー、もうヘロヘロあ、やばい、
あのエッジは取れない。いやだからこれはね、年齢じゃないんだよ、卓球というのは。おお、首の皮がつながった。うん、おお、やったー、あれだよ、あれ。じゃあ逆になかなかここ行かなかった、行かなかったですね、一回も入らなかった、うん、だからやっぱり狙うの難しいんだろうな、うん、さあどっちが不利なのかっていうか、どっちが有利なのか、うん、さあ11点マッチ、さあ来い。おいおおおあれは無理だ。あ、いかん、おわーやられた、2-2。うわお、ギリギリ間に合った。やばい、老人いじめになった。おいい勝負が続いております。おい、このカウンターが一番面白いね。確かに試合としてはもう面白い。これでもいや普通の会社にもどう、ありそう。確かにありそうじゃないか、ね。お、うん、あかん、おい、うん、おお。よく拾った。あいかん、ほんとここで卓球大会やってみてえな。あれ、おお、危ない。ああ、これは決められちゃった。せがれもなかなか疲れてきたぞ。おあ、これだ、これだ。もうだって今立ってたところより後ろだったもん。普通だったらアウトだもんね。アウト、普通アウト。おお、で普通だったら入ってたからね。おおー、さあせがれマッチポイント。最後の卵で決められる、最後の決め球がこれか。やった。そういう意味ではあれですね、僕がこの自然の形を味方につけましたね、うん、そう。いや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 、これに負けました。これ意外と面白いですね、やっぱり、うん、なんで通常だったらあの卓球はね、企画のテーブルでやりますけど、うん、こういう変な形してても逆に面白くって、うん、うまい下手あんま関係ないかもしれないですね、うん、3つの中じゃやっぱりこれが一番面白いな。、うん、確かに、ふんふんだもんね。そうだね。技術、まあ、それ以上の技術の人は違うけどね、うん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 、そうね、多分オリンピック選手はこれぐらいのやつが来るんだよね、きっと。あ、これぐらいのやつが。でもまあこういう変な形してる木でも、うん、なんかこういう使い方もあるんだっていう、はい、うん、まあ、そんなことに新たな提案として、ね、新たな提案として、はい、こんなのもいいですね、はいはい、ちょっと会社で卓球大会でもやってみようと思いますが、はいはいはい、今回は卓球対決でした、はい、おやさんありがとうございました、はい。